そうと思って、でもうまくタイミングがつかめなくて。いえ、私の方こそ、いつまでも勇気が出せなくて、こっそり尾行するような真似をしちゃいました。でもマスターさんが見つけてくれたので助かりました。ありがとうございます。ちゃんと叱ってくれて嬉しかったです。それでですね、今日は待ちに待ったバレンタインだから、覚悟してください。私の全力受け取っていただきます。チョコレートも考えたんですけど、私だとうまく作れなくて。でもそんな私に友達が教えてくれたんです。持ち味を生かせって。どうでしょう、美味しそうに見えますか？これは、その、話の成り行きというか、私はチョコだけでいっぱいいっぱいなのに、キャットがどうしてもって。むう、貴様の力はそんなものか？それでは、冷凍マグロすら、あくびの後、永眠しよう。もっとこう、マスターへの思いの丈を込めるのだ。ギューッとギューッと手をつなぐ恋人のように。はい、こうですか、キャット師匠。まるで足りぬ。ベーリング界をなめるな。カニの甲羅を破るほどの熱さがなくてどうする。もっとギューッとだ。と網からハーグ、そして捕獲したカニはどうする。そう、キスしかあるまい。目の前にごちそうあらば、誰であれブワイッとする。大胆だね、キャット。でも、その気持ち、私もわかります。こうかな。キューキュー。ナイス、素材の旨味を凝縮したキューブの完成だわ。さあ、もっともっと作るがよい。その味はリップにしか出せぬゆえな。イエスさん、師匠、なんだか自信が出てきました。パッションリップ、いきます。うん、リップは一途だが、ネガティブ思考ゆえ一心不乱に調理にかまけた方がいいぞ。しかしこれではちょっとおしゃれな練り物レベル、乙女力はやや低い。パティシエの腕の見せ所なのだが、これをこうしてと、バランスが難しい。そして面白みがないのも事実。ここは木をてらって煮干しインカ。いや、冷静になれ。あたし、今は暴力の時代ではない。ライバルの失敗を狙うのは玉も毒の宿あといえ、今日の私はリップの先生、自重せねば。ふぅ、いっぱい作っちゃった。ん、キャット、何をしているの。ん、何って盛り付けだが、パフェにさくらんぼは外せないよ。なーに、これくらいのお手伝いは許されよう。何しろリップの一世一代のアタックだからな。私も今日だけはサポートに徹するのだわ。ご主人なら喜んでくれるに違いない。おっと、だがこれには交換条件がある。その服の色はいまいちバレンタイン向きではない。
銃器系乙女の渾身のぶちかまし、とっておきのドレスで渡さなくてなんとする。ということがあって、それで今できる一番の霊気を選びました。うん、恥ずかしいけどこの服でよかったです。マスターさんに褒めてもらいましたから。はい、私にはもったいない素敵な師匠で友達です。それでは私はこれで。キャットに報告がありますので、美味しく食べてもらえれば嬉しいです。後で感想聞かせてくださいね。